どうもこんにちは、松井塾の松井です。受験直前期ということになりますので、成績が上がりやすい科目ということでやります。これは高校受験になりますんで、中学受験、まあ中学受験でも一緒かな。高校受験の話をまあメインにやっていきましょうと。で、それともう一つは東京都立の入試を考えているという人がメインでということに行きますということになります。はい。で、選択と集中。ね、選択と集中ということになるんですが、受験直前期になるとということになるんですが、受験直前期で、大きく成績を上がりやすい科目と、大きく成績が上がりにくい科目ということになります。で、ここで注意してほしいのは何を注意してほしいかということになるんですが、すべての科目に対して全く勉強しなくていいですというのはまずいので皆さん気をつけてください。すべての勉強時間をゼロにするとかいうことは、やめてくださいということになります。で、受験直前で成績が上がりにくくて逆転合格っていうふうにする場合に関しては、いくつかの対策方法というのがあります。はい。ちょっと足りないですとか、偏差値がちょっと足りないですとか、ギリギリですとか、カツカツですって言った場合に対して、どこを重点的に要するに成績伸ばす必要性があるかっていうと、理科と社会になります。これが一番成績が伸びやすいです。これが一番成績が伸びやすいです。はい。なので、英数国理社というふうに5科目あった場合に関してで、理社の成績が比較的低いという場合に関しては、ここに戦力を重点的に特化する必要性があります。はい。ここに戦力を集中する必要性があります。戦力の集中って私呼んでるんですけど、戦力の集中ってことになるんですが、ここに戦力を集中した方が、逆転合格はしやすいです。はい。で、これはなんでですかということになるんですが、理科と社会という形になります。理科と社会に関して、どこを重点的にやればいいですかということになるんですが、なんで理科と社会を全体的に集中すればいいですかということになるんですが、理科と社会っていうのはまだ覚えている、大体後回しになる傾向っていうのは非常に多いんですよ。後回しになる傾向が非常に多い。そしてもう一つは忘れてしまっているっていうところと、覚えたことを忘れてしまうということの二つがあるんですよ。で、覚え直し作業っていうのをしなきゃいけないんですが、この覚え直し作業をするときにですね、この、ここ忘れてたなとか、ここやんなきゃなっていうところっていうのが結構まだまだ穴が残ってるって、受験直前になっても結構穴が残ってるってケース多いんです。多いです。偏差値が70とか60ぐらい、回ってるっていう人間でも、大体この D 社を要するに、固めきれてませんよというふうな形になったときに、戦力の集中を特化的にやりましょうねっていうことをしたときに、ここのやっぱり勉強量がやっぱ少ないですとかいう状態になるケースが非常に多いんですね。したがって都立高校に対して入試を考えてますという人は、特にこの D 社の戦力の拡大っていうのを、積極的に行ってください。積極的に行ってください。そうすると、短期間の間20点、30点、ポンって上がったりするケースっていうのはあります。100% ではないので、そういうことではないんですが、ということです。そして、もう一つ言っておきます。理科社会に関して、よく聞かれます。私もよく聞かれます。理科社会に関して、どこが、今年は出ますかって、アホみたいな質問がいっぱいあるんですが、まんべんなく出てきます。都立の入試問題は、理科と社会は、まんべんなく、どの年度、どのが、というところ、どの地域、理科に関しても一緒なんですが、物理、化学、生物、地学という形になるんですが、どの状態になったとしても、基本的には同じ配分、同じ割合、同じ分配で出てくるということになります。これは都立の過去問を作っている方々は非常に優秀だと私は思っています。穴がないようにというふうな形で、全部の問題で出てくるということになります。さて、それだけ言ってたらまずいんで、一応言っとくと、都立の入試問題で、特に理科の場合は注意をしてください。理科の問題で、先生質問ですっていう形で質問がよく出てきたりします。しかしながら皆さんちゃんと見てますかということです。いいですか？社会の場合はあまりないんですが、理科の問題が出てきますって言った時に、都立の正答率というのを見てください。過去問を買えば必ず正答率っていうのがあります。で、難しい問題っていうのがあります。もちろん難しい問題解けるに越したことはないです。いいですか？解けるに越したことはないんですが、皆さんはその正答率を見てほしいんです。
で、正答率を見たときに、正答率で 50% を超えている、もしくは 50% 以上になっているところですね。この問題は確実に取れるようにしておいてください。いいですか？都立の受験と、都立の受験っていうのは、みんなが解けない問題を解ける人が合格するんじゃないんです。いいですか？みんなが解ける問題をみんなよりも解ければいいんです。いいですか？みんなが解ける問題をみんなより解ければ受かります。いいですか？ところが、皆さん、要するに、塾の先生の気持ちになってもらうとわかるじゃないですか。難しい問題をパパッと解いちゃう人の方がカリスマっぽく見える。これはもうそうです。難しい問題をパパッと解けちゃう人の方が、カリスマに見えるんです。ところが、残念ながらいつも言ってる通り、ゴブリンスレイヤーさんと同じだと、私はいつも受験では言ってる。地味な作業を地味にできるやつが勝つというのが受験なんですね。地味にできる人が地味なことをやれるという人が勝つということになるんで、必ず自分が間違えた問題が正答率 50% 以下の問題、50% 以上の問題で間違えていないかどうかを必ずチェックしてください。いいですか？必ずチェックしてください。で、正答率 50% 以上にもかかわらず自分が間違えてるとしたら、これは大問題です。いいですか？これは大問題です。したがって、正答率が 50% 以上の人が、合っているという問題で点数を落としたら、その分野にもう一度戻って勉強し直してください。いいですか？ここの二つ非常に大事になってくるので、皆さんしっかり頭の中に把握しておいてください。いいですか？正答率が 50% 以上、みんなが合ってるよっていう問題で、自分が点数を落としてしまっていますという状態になったら、必ずその単元に戻って、もう一度知識を入れ直してくださいということになります。つまりここです。いいですか？みんなが解ける問題をみんなよりも解ける。いいですか？ 3 回大事なことなんで言います。みんなが解ける問題をみんなよりも解ける。みんなが解ける問題をみんなよりも解ける。これが入試に受かるために一番大事なことです。いいですか？やれること、できることをやる、やれることをやる。この2つをしっかりと頭に叩き込んだ上で、入試にちゃんと向かっていきましょうということになります。はい。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。